あー、え、撮ってる？撮ってる。おお、めんどくさいからな、マジで。字幕、字幕がめんどくさいってやめて。チドン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 、これ映ってる？映ってるよ。バコン JK。 おー、えー、全然バコンの場の字もないんだけど。ってことなんで、え、バコンの場落ちはある。場落ち、いや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 。今回はバコン JK がなんかチーズボールを発売したらしいんで、まあ生粋のモッパン系 YouTuber の俺が監査っていうか、一旦前髪どうした？え、どうですかこの2歳児。いやいやいや、え、可愛いっしょ。おばちゃん。いや全然。じゃあ女受け悪いかな。いや悪いだろ、体に合ってないからね、それ。もうちょっとちっちゃい子じゃないとってことね。はちっちゃいだろ、身長。だって10センチ差あるし。ないだろ。横並んで、横並んで。2センチ、2センチ。ほらほら、言うて10センチある。え、これだけしかかんないんだよ、これ。ちょ、待って、え、マジで10センチあるか。ないだろ、2センチだよ。あるだろ。目見えてる。バクイジェケがチーズボールを発売したということで、ちょっと間違えて100個買っちゃったんで。間違えてってやめて。全部で4種類あるんだっけ。うん、それを、まあ、本人の横でね、ちょっとレビューしてやろうかなって思って、うん、絶対うまいから、マジで。じゃじゃーん、やったー。何味があるんですか。チョコとイチゴ、抹茶と小豆、プラクタックと、なんでなんでなんで、プラダックとクリームチーズ、あとプレーンとプリンクルパウダー。やったー。え、めっちゃ美味しそうじゃん、やば。でしょ、ほぼしたい。あ、ん、そういう保育士アピール。いや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 、アピールとかじゃないし。保育士なれると思ってんの、それで。なれる。なれる。開けてみます、オープン。うわ、素敵。すげー可愛いじゃんこれ。これがプレーンで、ブルダッククリームチーズボール。はい、いきます。はい、たらーん、かわいい。これが抹茶小豆。しゃー、抹茶。うわー、これマジ人気ナンバーワンだ。あ、そうなんだ。そう。ベルギーチョコボール。うん、イエーイ。うわー、え、これもマジ人気、大人気。ベルギーチョコボールのベルギーってどういうこと。あ、ベルギーチョコか。これが一番。え、これ粉どこにあるの。ありましたこのいちごパウダーをかけて完成ってこと。そうですよ、いっぱい研究したんだから、本当にもう。何個くらい食べたの、試作で。え、33。33。すげー。これが何。あ、そう、それがプリンクルパウダー。プレーンのやつがプリンクルパウダーがついてるの。え、やば、美味しそうじゃん。おい、プリンクルパウダー爆発事件じゃない。お前何してんの。え、だってなんで振った。え、振りたいじゃん。わかんない。プリンクルパウダー振りたいじゃん。やばい。え、なんかでもさ、馴染んできたくない、この髪型も。どこが。見慣れたでしょ。はい、おい、かわいい、かわいい。うわー、ねえ、ヨレとしすぎー。早くヘルメット脱ぎなよ。いやいやいや、いや、いいって家の中でヘルメットは。よいしょ。ヘルメットちゃうわ。は？これなんかあれだっけ、当たりの人には。そう、メッセージ書いたんだよね、下に。なんて書いたの。ありがとう。あ、ありがとう。発令、発令、日頃の行いが悪いから発令。いらんけど。は？マジで払えた。ああ、違うわ、さっき。これ何色。ブルダックだよ、これ。違う違う、何味。なんかわかんなくなる。ああ、やばい。え、かわいい、これさ、額縁にさ、入れて飾っておいてね。はい。おい、このペリペリ楽しかったっしょ。聞いてるかな。プリティ。はい、ということで、じゃあ何味からいこうかな。はい、どれにしようかな。まあ、まずプレーンでしょ。これは、だからあれかけるんでしょ。うん、かけて。本当にうまいんすかね、これ。まあまあ、とりあえずね。まあ、本当に嘘なしにいくから、これ。うまかったらうまいって言ってよ。いや、もちろん。美味しくなかったらうまいよ、それは。はい、これは監査ですから。箸は。あー、もう持ってくるから。そうそうそう。いただきます。どう？うまい。おっしゃーい！しゃーい！ほら言った、ほら言った。うんうん、うまい。プリンクルパウダーがたまらん。
おお。マジでこれうまいね。普通にいいわ。だって電子レンジであれでしょ。簡単だし。そう。うん、まあまあまあ。誰？美味しいんじゃない？あっそう。はい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 。次。まあブルダックいくか。うん。辛いよマジで。あ、辛いんだ。うん。で真ん中にクリームチーズ入ってる。普通モッツァレラチーズだけど、そうこれは辛いから、そう、マイルドにしよう。マイルドにしようって話ね。これはさっきのがちょっと甘めのチーズパウダーで、そうこれが普通のチーズパウダーかけます、うん、うわー。じゃあブルダック、うん、いただいてみます。ブルダック代表ですからね、僕は。はい、じゃあいただきます。寝てる。どう？早くしろ。うまい！うわー！うまいんかー！いやいや、これね、辛いよって言ってたじゃん。うん、辛いよ。辛いか？辛い。まあでもね、確かに辛さは感じる。口は入ってるだけ。いやだから、ちょっと辛いでしょ。これね、辛いの苦手でもいける辛さ。あ、そうやって考える。ルルダックソースと比べたら100分の1くらい。あのさ、なんで比べた？クリームチーズがうまい。でしょ？うん。うわー！甘いね。分かってるー。うまいわ、これ。まあ。まあまあってやめて。まあ今んとこ美味しいけどねって。まああと2つありますか。うん。抹茶チーズボールって普通売られてないよね、でも。ないよね、あんまりね。新大久保でも見たことない。ない。そうなの。ね。これは？なんじゃこれでお茶作ってみようと。おい。じゃあ、抹茶小豆？うん。あずき食べれんの？だから食べれない人でもマジで食べれるんだって。ガチうまいんだ。苦手な人でもいけない、うん、俺は別にいけんだけどね。あ、もううるさい。いただきます。うん、早っ。お、うんうん、あのさ、おいしい。うんうん、次行こう。あー、何、うん、お茶の苦味あって、で中のあずきが甘さで緩和してくれる。おー、やるやん。バランス取れてますね、これ、うん、食レポうまいや。甘すぎずに食べやすい、食べやすいみたいな。チョコ、いちご、ストロベリーチョコ。何言ってんの。でこれがやっぱ一番楽しいから。なんでさ、チョコにいちごかけようと思ったの。だから合うんじゃねと思って食べてみたら、え、これ合うじゃんってなって。アポロみたいな。そう、おいしいねって言って、みんなで試食したら、うまいってなって、これいいねって。あのさ、誰、じゃあ、いちごチョコ珍しいっす、ね、それね、マジ人気だから。いただきます。うん、あー、もう最低。長いって。寝てる。アポロの味。うん。え、これ中チーズ入ってるの？入ってないよ、濃いチョコ。あー、なるほどね。じゃあそれチーズボールじゃないじゃん。あのさ、チョコボールじゃん、それ。それチーズボールって言って発売してんの？それあと。あのさ、じゃあこれもじゃん。じゃあこれもじゃんって自分で言ってるけどさ、俺別にさ、カットチョコボール、抹茶ボール、一応チーズボール、チーズボール、あのさ、一応ってやめて。これチーズじゃん、だって。あ、だってクリ、まあクリマー、うん、誰がクリボーじゃん。どうで、どれが一番おいしい。俺が一番おすすめは、え、イントネーション大丈夫。イントネーションは大丈夫。プレーン、これのプリンクルパウダーがガチうまい。確かにね。ぜひ下にリンクは貼らないんですけど、はい、だから俺の髪型が、あの、かっこよくて可愛いと思った方だけ買ってください。あー、それじゃ売れない。やめて、その宣伝。え、そう言ったら全員買ってくる。あの、全然、あの、このステッカーが欲しいなって思った人とか、うん、ここピリってめくりたいなって思った方すらいい。あの、この写真が欲しいなと思った方すら、うん、もうチーズボールに用がなくても、うん、ぜひ買ってくださいってことなんで。もうチーズボール売りにしてないじゃん。あー、もうやめて。してる。ってことなんで、バイバーイ。バイバーイ。じゃんけん勝ったー。ここグーでしょ。ああ、食べてる感じで、何してんのみたいな感じ。オッケー！めっちゃいい。あのさ。